国鉄補機9800軽貨車は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍した発破車である。補機9800型は、爆買い輸送用として1972年から1981年に、かけて日本車両製造にて55両が製作された、30トン石の私有貨車である。所有者は、 全車障害変更されることなく、キリンビール一社のみであった。補機9800型が登場する6年ほど前に、すでに補機2200型が落成していたが、補機2200型は国鉄所有者で自社の生産計画に合わせた自由な廃車ができなかったため、私有化者として本形式が製作された。大きく2タイプに対別でき、前期形33両は、 落成時は黒色であったが、1978年にクリーム4号に変更された。後期計22両は落成時よりクリーム4号であった。記号番号表記は特殊表記符号を全一し、おほきと表記する。横浜本木駅、山下太駅、仙台西港駅、神戸港駅、港川駅を常備駅として、 キリンビール各工場までの原料輸送に運用された。外観は、補機2200型とほぼ売り二つであるが、補機9800系の方が、積みに比重が小さいため、55.0立方メートルと10%ほど拡大された。200方式は、ホッパ上部の積み込み口による上入れ、ッパ下部の取り出し口による下出しであった。全長は12700ミ、mm、リメートル。 全幅は 2962mm、全高は 3880mm、台車中心間距離は 8600mm、事業席は55.0立方メートル、地上は17.6トン、換算量数は、積車5.0、空車1.8である。台車は、保機9832までが、平軸受け、コイルバネ式の TR41E、 補機9833以降が TR213C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には全社が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では24両が現存していたが、1998年1月に24両一斉に廃車となり、同時に形式消滅した。各年度による製造会社と、 両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。